こんにちは、アキトです。てなことで、今日は3月22日、今日はターミネーターローのネバダ大学カラーのリリースと、エアマックスワンビッグバブルのロイヤルカラーのリリース日ということで、今日もここ原宿やってきてます。これから高一さんと、あと比較的最近新しくメンバーシップに入ってもらった流星さんと一緒にショップの方を見ていきたいと思うんですけども、まず最初にいいねお願いします。いいねは既読感覚で開いたらすぐ押してください。毎回500目標、コメントは100人、表示は200ですけども、目標でやってますのでお願いします。これはコール&レスポンスだから、アーティストのライブみたいなもんで、男子女子、あ、女子いなかった。あと冒頭最初15秒のお名前を表示するブランド様向けメンバーシップ1万円広告もやってます。毎日投稿の毎回冒頭のところにお名前を表示します。看板広告としてめちゃくちゃ優秀。なんだかんだ冒頭以外でも触れるしね、こうやって。今ひろまる JP シューレースさんが最初借りていただいてますけど、メンバーシップ入っていただいてますけども、リンクと詳しいことは概要欄にありますのでお願いします。よし、おはようございます。おはようございます。大丈夫ですか？あー、いない、もう、いないことになってるから、ね、いないことになってるから大丈夫ですか？今日は高橋さんも一緒で、流星さんお願いします。久しぶりです。もう高橋流星さんだから。そうです。今日なんかあれ着てるでしょ、それ。シュプリームのちゃう？あー、やっぱり9万円。9万円やってみましたよ、本当。やっぱ着とかないとね。着とかないと9万円なんで。9万円だから。高井さんと合流するのに、なるべく目立った方がいいかなと思って。ああ、これ迷彩は本当は隠れるものだけど、都会ではね。そうそうそう、逆にね、目立ってないと、ハラスメントしていかないと。渋谷に対してね。そうですね。今日はあったかい。あったかいですね、今日は。あったかい。いやー、昨日のトロフィールームジョーダン1の時めちゃくちゃ寒かったけど、風冷たくて、外国人の人がすごい多いですね。もうね、学校も休みっぽいですからね、若い人たちは。ああ、そうそうそう、もう春休み。3学期終わって。そうですね。今日はこれから渋谷のアトモス行こうと思いますけど、はい、今回別に 何も狙ってない。はい、狙ってないです。いや、ほんと最近そうですよね。ターミネーターとか新色出てもあんまり今じゃないなって感じになっちゃいますもんね。今日がなんかターミネーターのローと、あとはビッグバブルの青。うん、申し訳ないですけど、ちょっとターミネーターローは最初ちょっと買ってます、はい。こいつさんも買ってたけど、あ、ミシガンが変えたので、だからあれが変えたので、やっぱ結構満足しちゃってる部分あるかな。まあ、ジョージダウン持ってればって感じですからね、正直。ターミネーターとダンクが被るし、あ、そうそう、そで、ダンクをみんな結構集めて買ったりしてたから、はい、ターミネーターなんかね、あんまりこう、もう今更っていう感じになっちゃうんですよね、どうしても。今回のターミネーターのあのカラーってまたカレッジカラーか。そうですね、確かネバダ大らしいですね。ネバダですね。はい。え？ネバダ大。ネバダ大、ネバダ大ですね。はい。なんだ？マックスもなんかネバダみたいな歌歌ってましたよね、昔。ダムロナミエのね、ウィズスーパーモンキーズ。スーパーモンキーズ、独立して、マックスで。ネバダみ、なんかニュアンス的にそんな歌歌ってなかったでしたっけ？マックス、もう一曲も出てこないわ。トラトラトラじゃないですか。あ、トラトラトラ。で、あとは、あれですよね、ビッグバブル。ビッグバブル。はい。あのカラー欲しいんじゃない？こういつさん。大人気カラーだから。あれ、俗に OG カラーってやつですよね。そうですね。はい。赤と青の、赤と待望のロイヤルカラーが出ますから。はい、すいません。まあね、ピンとこなくて。日本国民がそう思ってる。でもアキト君確か赤買ってましたよね。そうそう、買ってたんですよ。やっぱ OG 好きとしてはやっぱ今日行っちゃうんですかね。うん、いや全然買えるなら買いたいぐらいだけど、ちょっとだから追ってられないなっていう感じですよね。それにお金使ってられないなっていう。あ、僕あとあれも今欲しいんですよね。3月23日にリリースされるワールドオブフライト限定のあの銀の、今日スニパスっすね。あ、そうだそうだ、スニパスもやってますね。なんかアタッシュケースついた。あれ、ハイで CO.jp のジョーダン1ハイがあるんですよね、あれ。あれ、それのローバージョンっていう位置づけなんじゃないかなっていう。あー、それを狙いたいって感じなんですね。そうですね。じゃあ当たったら今後動画はあのバッグ持って、
撮影されるって感じですか。あ、そうですね。どこの現場にも持ってったのかなと思って。ここだとばかりね。パチンパチンって開いて。せっかくだから持ち歩かないともったいないですからね。あ、着きましたね。アトモス渋谷店着きました。この配置が変わったんですよね。1階にちょっとだけナイキもあるんだけど、はい、ほとんど全部2階がナイキフロアみたいになってるんですよね。2階入れなさそうな雰囲気じゃないですか。本当だ、2階電気ついてないやん。だから1階までしか入れないです。今なんか2階の階段上がるところにクローズっていう看板立ててある。やばい、今入れないよ。え?2階上がれないんだ。2階上がれないっすね。1階は本当だから、オンとかアディダス、ニューバランス、サロモンとか、そういうもう観光客の外国人向けの売り場になってるんですよね、もう。そうですね、アディダスはサンバとか前に出してますもんね。オープンしてすぐ11時ちょっと過ぎでしょ、はあ、っていうのもあるかもしれないけど、2階で梱包作業をしてて、空いてないですね。空いてないっすね。アトモス渋谷店見てきましたけど、やっぱり入れなかったですね。渋谷店が見れなかったんで、これから原宿の方行って、はい、そうですね、ブルーとか寄って見ていきたいと思います。そのスプリームのジャケット、はい、薄くないですか。これ今あったかいですよ。なんか中にあって中綿じゃないですか。その取り外しできるようなキルティングのやつがついてるんですよね、はい、ついてます。でも結構薄かった記憶があるけど、なんか薄いですけど、まあまあ今ぐらいだったらそのちょうどいいぐらい、はい、中にセットも着てますし、サイズ感もいいですけどね。よかったです、うんうん、サイズ、うん、これ NI さん見て、やっぱ NI さんってシュプリームめっちゃ好きじゃないですか、はい、欲しいなと思って。人が着てるの見ると、持ってるの見ると欲しくなっちゃいますね。 NI さんはね、本当にシュプリーム好きですからね。そうですよね、結構着てますもんね、いろいろ持ってますもんね。渋谷ワールドオブフライト、トロフィールームリリースの翌日ですけど、はい、並びはないですね、特に。オープン前の11時半ぐらいですけど、並んでない誰も。ゲリラは今日じゃないのか。今日がゲリラないと、明日も微妙ですよね。明日23日で、その、ジェラルミン・ジョーダン・ワン・ローのリリース日だから、明日はないでしょうね。また日曜日なんじゃない?そうなんですよね。意外と日曜日出すんですよね。あれはスニーパスデーだけ出すのか、その後一般でも出すのか、わかんないですね。わかんないですね。今日ちょっと店員さんに聞けたら、話聞いてみようかなと。教えてくれるかわかんないですけどね。じゃあお願いします、はい。心強いですね。でもあれですよ、計算張りにはいけないですよ。闇があるからね。ケイさん一番怖いですからね。正直、はい、なんかね、一番怖いのケイさんですよ、ね。はっきり言うんだな。いない人のことをね、言うのもちょっと申し訳ないですけど、でも皆さん勘違いされちゃう部分もあるかもしれないけど。いい人だってね。そう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 。勘違いされても良くないから。良くないです。本当に一番怖い人ですよ。表の人じゃないかもしれないですからね。ああ、その髪型もね、おかしいもんね。そうそうそう、普通のサラリーマンじゃないから。え、僕の動画反射映ってるの？怖いやん。流星さんが奥さんに、あ、そうです、奥さんの誕生日プレゼントで、はい、スニーカーを買うっていうことで。幸せっすわ。ニューバランスの990V6 の。ニューバランス、高いやつ。もう最悪、すごい。エドニューバランスですかね。原宿があるから。ああ、そうですね。今、アトモスピンク寄ろうとしてるけど、なければね。もう最悪。アトモスピンク。じゃあ、流星さんの。はい、じゃあ、どうぞ。はい。プレゼントあるかどうか見てきまーす。おー、買ってる。買いました。ありがとうございます。あったんですね。ありました。ニューバランス 990V6 の黒いやつ。黒いやつ。おー、王道のグレーではないかったんですね。ブラックの方。ブラックだけどこのお店もなくて。へぇー、はい。めちゃくちゃかっこいいですよね。間違いない。よかった。ありましたね。ありました、よかった。これからブルーに行って、ビッグバブルがあるかどうか。そうですね。別になくたって誰も困らないけど。モスブルー着きました。では見ていきたいと思います。まあまあなんてことないエアマックスワンですけど、そうですね、エアーがでかいですよね。全く違いますよね、大きさが。2倍までいかないけど 1.5 倍ぐらい。すごいすごい。このビッグバブルとこれ重さが全然違う。ああ、こっちの方が重いんでしょ。全然重い。このアッパーの違いじゃないですか。これ重いんですよね。
いや、かっこいいですけどね、いいね、普通に、うん、ターミネーターローのネバダカラー、個人的にこのターミネーター使われてるレザーのこの感じが、うん、結構履いてて好きなんですよ、はい、多分ちゃんと天然レザーですよね、そう、うん、シュワダカで売ってもらえたり、全然長く履ける一足だなっていう感じ。マテのサンダル、ブルズ。テカテカしてるんだ、ここ。すごいテカテカしてる。普通にかっこいいですけどね、このカラー。かっこいいっすね。こっち再販したやつさ。こっち再販でしたっけ？はい。こっちが新色ですか？うん。ブルズカラー。いいですね。マテってこの色のイメージがあります。うん。アトモスブルー見ていきましたけど、ました、まあ、ありましたね、ありましたね、よかったちゃんとありましたね、ちょっと時間が足りないわ尺が満たないですね、多分ここまでいい感じに編集したら、はい、スタートからここまで3分ですね、3分、あ、まあ、2つとも普通にシンプルでかっこいいですよね、ビッグバブルの方がやっぱなんかいいな、いや履いてみたいなって思いますけどね、あのゴツゴツした、そうですね、はい、あれはまだ一足も売れてないです、店舗スニーカーと合わせて誰も買ってないですねあれでも画像だけ見て買うと実物全然違いますけどね、危ないと思いますね、本当そう、白をイメージされて買われる方いると思うんですけど、白じゃないです、白くないし、画像だとあのちょっと赤みがあるのも分かんないし、分かんない、ビッグバブルのエアマックスワン多分別に普通のエアマックスワンと変わんないと思います、あ、でかいだけでかいだけ見えかかりがでかいだけそうそう、あ、なるほど、エアカチカチだし、この履き心地全盛の時代にあんな昔の靴出してきてもカッチカチのね、うん、カッチカチの、確かに見ないですよね、ビッグバブル履いてる人、歴史込みで買うみたいな感じですよね、エアマックス好きの人がエアマックスワンが好きでみたいな、ナイキどんどん出してくるからな、追ってられないですね、スニーカーブームが終わってあんまりこう新鮮さがなくなってますからね、いろんなスニーカーが出てもインパクトがもうないから慣れちゃって、じゃあちょっと東京23の方ちらっと覗いてみましょうか、はい、トロフィールームがリストックしてるかもしれないから、 それを買って取れ高にしよう、ああそうですね、そうですね、でも俺2足目になっちゃいますけどね、トロフィールームだから悪徳支援になっちゃいますかね、そうですね、お願いします、はい、僕もめちゃくちゃ欲しいんで、だって悪徳別にね、サイズ24あればいいだけの話、そうそう、実寸が 23.5cm だから24cm で履けるからね、リリーズ原宿店さん、お客さんいっぱい入ってましたね、はい、東京23見てきます、ゴルフなんだこれ、リュウセンさんなんかめちゃくちゃすごいやつが入ってない、これ知ってます、これ今めちゃくちゃ高いんじゃない、コムデギャルソンのエアフォースワンですよね、そう一見普通のエアフォースワンと見せかけて、いやこれやばいやん、そうですね、こう見たら普通だけど、おーってなる、これ何柄なんですかね、これ不思議なんだけど、細胞、一番最初の細胞みたいにも見えますけどね、吉井さん自身がエアフォースワンがめちゃくちゃ好きな方だから、エアフォースワンばっかり持ってて、え、これデュブレは元からですか、はい、これ元からです、フォースワン、なんでシュプリームって書いてあるんですかね、これシュプリームなんです、あ、シュプリームシュプリームと、あとギャルソンと、本当だ、これシュプリームって書いてある、あ、それ、え、トリプルコラボなんですか、これ、あ、そうなんだ、実は、やべえじゃん、え、あ、書いてあるけど、これ、シュプリームって、このシュプリームじゃなくて、と思ってた、なんかサプリームみたいな、なんかその、プレミアムモデルみたいな意味の、と思ったけど、違うんや、こっちのシュプリーム、これ、いくらぐらいで買ったんですか、これは6万ぐらいで、ああいやでも今チラッと見たらそもそも出品がなかったですもんね、ストック X でも世界でもそんなないのに、出してる人も30万とか20万とか、売る気がないような、そうそうそう、数がないからもういいねになってるみたいな、そう、欲しかったらその金額で売るけど、うん、買う気ないでしょみたいな、リセールショップとか行っても見かけないですね、これ当時だから、はい、当時はまあまあ買えたんだ、まあまあ買えたらしいです、何年前、もう結構前ですよね、これ買ったの2018年とかね、だから17年とか、で6万ぐらいで当時は買って、 いやそうなんだ、これトリプルコラボって知らなかった、やばい、やばい
ですよ。履いちゃってるんや。全然履いちゃってる。こっち二人の靴が霞みますね。交換しますか。これな。これこれ AJ5 っすよ。AJ5 のロー。ちょっと笑っちゃ悪いけど、ジョーダン5のローやん。しかもこのトリッキーな柄、そう、これ なんかのコラボなんですよ。これもこれ初めてアトモスの抽選を申し込んだら当たった靴です。一回スニーカー離れてて、もう一回手出し始めの時のやつ、ね、そうそうそう、抽選ってどんな感じやろうと思ってやったら当たりました。これわかんないから、これどうしたらいいんですよ。これこれはね、誰も知らない正解を。いや、流星さんめちゃくちゃすごいの入ってるやん。ビリーズ原宿店さんお邪魔してきました。ここ入ってすぐ左側に階段、螺旋階段があって2階もありますので、2階の方も見てみるといろんなスニーカーがあって面白いです。いや、コンバースのウェポンとかあって、はい、いやウェポン欲しいっすわ。やっぱりクラシックな感じで、ハイはヴィンテージっぽくなってるんですね。うん、ローの方が空張りがあって、今回ハイはあの黒一色なのかな、かもしんないですね。見ないですもんね、他で、はい、であと同時に今あのワールドオブフライト限定のジョーダン1、はい、ローのスニーパス登録しました、はい、やってきました。だから本当数が多いのかどうなのか全然わかんない。どうなんですかね。だからあのジュラルミンケースが全部あるのか、はい、あれが数量限定で普通のボックスになっちゃうのかでよりますよね。スニパスの販売金額とうとう判明しましたね。約3万、ローで3万ってことはないですからね。まあケース付きの値段かなっていう、はい、じゃあこれからワールドオブフライトそれ行ってちょっと実物見てみましょう、はい、ディスプレイあるみたいなんで、あとはちゃんと聞きます、店員さんに。ああそうですね、聞いてください、はい、僕は聞けないんで。でもあの銀のジョーダン1って似たようなのがありますけどね。高尾さんがあのハイで買ってたゴルフのローがもうそのまんまな気がするんですよね。であれも本当オールシルバーのデザインだし、ディオールなんだ一回。本当だ。そんな高級ブランドが入るような店なんですね、ここ。あんな路面で 1,2 階にディオールドーンってなってるとちょっと敷居高いですよね。だってワールドオブフライト着きました、はい、はい。じゃあちょっと見ていきましょう、はい、ワールドオブフライト見てきましたね、はい、ありました、ジェラルミンケースのジョーダン1ロー、はい、スニーカーだけ見るとなんてことない OG 仕様のジョーダン1ローって感じだけど、ね、はい、なんかめちゃくちゃ特別そうな感じでしたね。店員さんに聞いたら、うん、わあ、聞いてくれたんだ。一見わかんないもんなこれ。僕も微笑み王子とかっていうわけのわかんないプランティングしちゃったぐらいだから。一見わかんないんだよなこれ。本当は北斎み王子だけど。一見微笑み王子っぽく見えるから、いろいろ話してくれましたね。まずやはり販売はスニパスのみ。あ、スニパスのみなんだ。その後一般ないんや。明日に関しては一般はないです。なんかイメージ的にここ限定だからめちゃくちゃ数あってみたいな、また一般で出すんだろうなって思っちゃってたけど、じゃないです。そんな数少ないんだ。じゃあ数まではまあもちろん教えてはいただけなかったですけど、ニュアンス的にはもう本当スニーパスのみの。ジェラルミンケースの背景を聞いたら、まあ、ワールドオブフライトって全世界に3店舗でしたっけ、東京含めて。東京のみの発売なんですって。え、ああ、じゃあだからあの、ハイと同じ感じだ。ここの3月23日っていうプレオープンの日を祝して、東京限定のものなんですね。靴に関しては、もしかしたら6月ぐらいに普通に発売があるかもって。ああ、あのケースなしの。ケースなしの普通の、あの OG のローカット。あるかもしれない。ジェラルミンケースは、明日しか手に入らない。じゃあめちゃくちゃ多分やっぱり限定ものなんだな。なるほどね。でジェラルミンケース自体も結構軽くて持ち運びもできると思いました。じゃあ当たったらやっぱり並び持ってきますね。そうですね、持ってきます。今回ローだからなのかやっぱりちょっとちっちゃめでしたね。割とコンパクトな、なんか販売する時もあのケースのままだって言ってましたね。その開けると中にスニーカーが入ってるみたいな、はい、何でも聞いちゃいましたね。何でも教えてくれるか。僕と大違いだな。おかしいな。人によってこんなに違うんだな。まあちょっとごめんなさいね、カジュアルになっちゃったら。皆さん言い方じゃないですか、歩み寄り方ですよ。こっちのセリフだけどな。言い方だろうって思うけどな。いやそうなんだ、はい、あの冗談はそんな限定ものにするんですね。いやもうめちゃくちゃ限定ですよあれは、本当に。なるほどな、あのケース付きはね。ケース付きは
そうだ、スニーカーだったらまあ今後まあ発売があるっていうふうに、まあ、うんうん、言ってるので、いやちょっとガゼン欲しくなりますね。ありがとうございます。はい、じゃあすいません、今日ありがとうございました。ありがとうございます。今日は3月23日土曜日、ワールドオブフライト1周年記念のケース付きのジョーダン1ローのリリース日なんですけど、なんと今一般の並びができてるらしい。メンバーシップの小林さんが一般で並んでまさか29センチ変えたらしい。でそのモデルは僕も狙ってるんですけど、代わりにバッチリ夫婦が並んでくれてるらしいので、ということで急遽僕も現場にやってきました。お前おせえよ、何してんだよ。おお、なんだ、おお、我々の方が、お前こら、まだ YouTuber だぞ。なんだお前この野郎、素顔出せこの野郎。我々